今ねちょうどね列車が入ってきました。今日はねこの列車に乗っていきたいと思います。さてこの列車には一体どういう秘密が隠されているのでしょうか。今来てるのはねこう後ろにねこうねなんかこう誤った感じの名前書いてあるんですけども、ごめん駅というふうに書いてごめんな、なるほどね、ごめんな、ハリ線の時はこの切符を押さえてくださいですね。で那覇まで1080円です。そして油断をしているとこんな感じで持っていかれますこれ本当にねもう首がガコンってなるぐらい持っていかれるんです。これマジでやばい。本当にね皆さんこんにちは、長方形です。はい、愛媛県松山市からお送りしているチャンネル長方形ですが、今日は2022年の6月12日日曜日です。長方形がね今来てるのはねこう後ろにねこうねなんかこう誤った感じの名前書いてあるんですけども、ごめん駅というふうに書いてます。ここはね高知県南国市にあります土佐くろしお鉄道そして JR 四国のごめん駅です。でね今日ねなんでねこのごめん駅にやってきたかということなんですけども、最近暑くなったのでね、ちょっとね涼しい風を感じにねやってきました。さあ一体どういうことなんでしょうか、見ていきたいと思います。よろしくお願いします。どうぞ。今ねちょうどね列車が入ってきました。今日はねこの列車に乗っていきたいと思います。さてこの列車には一体どういう秘密が隠されているのでしょうか。ごめんな、なるほどね、ごめんな、ハリ線の時はこの切符を押さえてくださいですね。で那覇まで1080円です。はい、ここで行った。さあここ行きたいと思います。何も、はい、それではね那覇行き見てみると、新太郎号というのが書いてますね。10時43分発、一番乗り場、那覇行きですね。はい、ということでね、今回のねこう新太郎号なんですけども、このね列車見てみると普通の気動車なんですけども、実はねこの気動車には驚くべき秘密が隠されております。早速乗っていきたいと思います。それではね早速車内に入っていくんですけども、車内にはね運賃表示器があります。そしてね高知と書かれているんですが、そうです、この列車はね高知から来ておりまして、高知駅からここまでね、この御免までがね土産線、JR の土産線を通ってまして、この御免からね那覇までが土佐くろしお鉄道の御免那覇線を通っています。でねこの車内なんですけども、なんかね狭くないですか。椅子がねなんか2列1列の配置でね、なんか天井を見てみるとねなんかね照明が偏っていて明らかになんか狭いんですよね。なんでこういう風な構造になっているのかね、後で見ていきたいと思います。それではね、ドアが閉まりまして早速ね出発です。これからね、土佐くろしお鉄道ごめん那覇線の旅が始まります。土佐くろしお鉄道ごめん那覇線なんですけども、高知県南国市にあるごめん駅から高知県の、ね、安芸郡那覇町というところにあります那覇駅を結ぶ全部で21駅、営業距離は、ね、42.7km の路線です。まあね、42.7km 分かりやすく言うとフルマラソンとね大体同じぐらいの距離じゃないかと思います。まあ、それぐらいの距離の路線ということになります。それではね、このカーブの先にね最初の停車駅が見えてきたんですが、最初の停車駅はね御免町駅です。このね御免町ではね土佐電交通のね路面電車に乗り換えることができます。それではねこの御免町と書かれた、名前の下にね御免町子さんっていうねなんか、ね、キャラクターがいるんですけども、なんかね全然謝る気のなさそうなね目をカーッと開けたね、キャラクターなんかね柳瀬隆さんのデザインっぽいなと思ったら、やっぱり下に書いてました、柳瀬隆さんと書いてありました。
それではね、チャンネル長方形らしくね、まあ、ちょっとね歴史についてもやってみたいと思うんですけども、このね五面那覇里線の歴史、もともとね先ほどのね五面駅からね、この先ずっと向こうにあるね秋駅というところがあるんですけども、そこまでの間はね、土佐電気鉄道、今でいう土佐電交通ですね、の秋線というのがね、ほぼ同じようなルートで通っていました。しかしね、貨物輸送の廃止をしたりとかですね、もうお客さんもだいぶ減ってきてしまって、まあ、赤字がね増大していたそうです。で一方ね、当時まだ国鉄の時代だったんですけども、朝線というの名前のね路線の建設を進めていました。この朝線というのはねどういうものかと言いますと、先ほどのね五面駅から室戸半島をぐるっと回って、徳島県の麦駅をつなぐという計画だったんです。なのでね、まあ、並行している私鉄になっています、土佐電気鉄道の秋線ね、言いにくいですね、秋線はね1974年にもう廃止してしまいまして、そしてね、まあ、その用地をね、朝線に当てることにしました、国鉄の朝線に当てることにしました。しかしね、皆様ご存知だと思うんですけども、国鉄というのはもうそろそろ危なくなっておりまして、1980年にね、国鉄再建法というのが出まして、もうこれ以上新しい工事できないということでストップしてしまいます。ただしですね、すでにもう 18.9 キロぐらい、完成したそうなんですね、この、朝線というのがね。それをね、なんとか活かせないかということで、2002年、だいぶ先ですね、2002年になってようやく開業したのが、このね、五面那覇里線なんです。ちなみにね、徳島県側の工事もね、ある程度終わったところがありまして、それはどうなったかというとね、まあ、デュアルモードビークルで今おなじみのね、朝海岸鉄道になりました。それではね、そろそろこの列車の秘密について見ていきたいと思います。何やらここにねドアがありまして、これ開けますね、ガラッと開けます。そうすると狭い通路に出ます。一体なんだこれは、列車の中にこんな狭い通路が一体なんだなんだなんだ、じゃん、はい、なんとですね、ここオープンデッキになっているんです。いや、びっくりですよね。これね、別の時間帯に撮影した写真なんですけども、結構狭いんですね。で外から見るとこんな感じです。ここはね野市駅、このね、ノイチンドンバもね、柳瀬隆さんのね、デザインです。ちなみにね、五面那覇里線のね、全部の駅にね、このような感じのね、オリジナルのキャラクターがね、柳瀬隆さんによって描かれております。いや、このね、キャラクターをね、見てみるのもね、この五面那覇里線のね、魅力だと思いますので、ぜひね、いらっしゃった際はね、このキャラクターを楽しんでいただけたらと思います。それにしてもね、トロッコめっちゃ気持ちがいいですね。長方形がね、冒頭に言ってた風を感じたいというのはね、まさにこのことです。ビールトロッコとかですね、あとはまあ四万トロッコ、あと保津川のねトロッコも長方形乗ったことあるんですけども、まあそれに比べるとね、結構風は強めです。やっぱスピードが速いんですね。ですね、本当ね、駅の向こうにね太平洋が広がっています。ね、やっぱりね、瀬戸内ではね全然見られない光景ですね。瀬戸内だったらね、やっぱりすぐ向こうに島があったりとかするんですけども、向こうの方まで何もない、まあ、言ってみればね、ハワイまでねこの先何もないっていうね、太平洋ですので、もう本当に広大ですね。本当にね、水平線の向こうまで海が広がっています。そしてね、なんか少しね、この建物もね南北感があるね、雰囲気を出しています。ちょっとカラフルな建物があったりとかね、ほらなんかおしゃれな建物が多い、そういう印象があります。
今ねちょうど見えたのがですね、避難場所の、塔が見えましたね。このね太平洋側ねやっぱり地震の影響によりまして、津波が発生する可能性が、高い地域ですので、ああいうね、地震があった時、津波があった際にね避難するためのね塔が至る所に置いてあります。いや本当向こう側何もないですね。向こうの方にねヤシの木がたくさん見えてくる来たんですけども、あそこはね長兵県ね前行ったことあるんですが、道の駅ヤスというところでねヤシパークというところがあります。ヤシの木がねたくさん、植えられていて、南国のね雰囲気がね漂ってるんですが、ここにはね道の駅がありまして、結構ねいつもね車が止まってます。長兵器はねこれとはまた関係なしにですね、何年か前、コロナの前 に、ツアーバスのね、なんかね途中のね休む休憩時間に、ね、寄ったのを覚えてます。こちらがね、道の駅ヤスです。結構たくさんね車が止まってますね。先ほどねアナウンスで、これから間もなくトンネルの区間に差し掛かりますのでね、手足を、ね、出さないように気をつけてくださいねというね、感じでね言っておりました。ここから先ねこの安から先はねいよいよトンネルがね連続している区間に差し掛かってきます。まあ、トンネルといえばね長兵家もね普通に他のトロッコでもね経験したことありますので、まあそんなにね、まあ確かにちょっと音はうるさいかもしれないけども、まあそんなにびっくりするほどじゃないだろうと思ってたんですが、まあこれはねちょっとびっくりしました。予想外でした。トンネルがねだんだん迫ってきます。トンネルの中はねめちゃくちゃ風が強い。本当にね見てください、髪の毛がねほらこんなにバッサリね持っていかれております。でね、メガネをしてるのでまだいいですけども、メガネなかったらね、かなりね、目に風が当たると思います。そして油断をしていると、こんな感じで持っていかれます。これ本当にね、もう首がガコンってなるぐらい持っていかれるんです。これマジで、やばい。本当にね、すんごい風なんですよ。まあ、ただね、まあ、これを取らないとね、いけないのでね、頑張って取りましたけど、本当にね、きつかったです。で、これがね、まあ、何回も続くわけですね、これから。ね、長方形もねぐったりしております。でアナウンスではねこれ太平洋がね目の前に見えますよというねアナウンスがあります。いやーこれめっちゃね眺めがいいですね。本当あね本当に来てよかったです。ごめんなハリスでね乗られた際はね ぜひね本当にオープンデッキの車両ね乗っていただくのがねいいと思います。料金もね普通別に特急料金とかもかからないしね、なんか指定の料金とかもないしね、どこだったかな、四万十六湖みたいにね特別な料金一切変わりません。普通の運賃で乗れますので、これ本当いいですよこれ。そしてね、太平洋のね、風をね、爽快な風をね、感じながら、長方形をね、この景色をね、景色に見入っております。列車はね、赤野駅に到着しました。海抜 15.1 メートルで、というふうに書かれています。やっぱりね、太平洋がね、ほんと目の前ですので、まあ、津波のことはね、常にね、こうどっかにね、こう念頭に置いておかないといけない、そういうところだと思います。赤野かもめちゃんというね、キャラクター、ここはね、赤野駅です。いやそれにしてもねめちゃくちゃね気持ちがいい。本当にまあ夏とかでもね多分気持ちがいいと思います。まあ冬はさおっとっとまたオープンデッキの洗礼を受けました。オープンデッキトンネル洗礼を受けました。まあ冬はね多分ね相当寒いと思うんですよね。
今もあの本当に、ね、手すりとかもめちゃくちゃ冷え込むと思うんですけども、まあ、夏とかであればね、夏とか秋とかであればね、結構ねあのお楽しみいただけるんじゃないかと思います。いやしかし、ね、このトンネルもねこんなにねまじまじと見る機会ってなかなかないですからね、本当もうね、まあ、手出したら危ないですけども、こう手を出せばね向こうに届きそうな、まあ、そんな感じの日給のトンネルです。そしてね、太平洋の白波が立っておりますね、スワーッとね。そして、見渡す限り何もない水平線、やっぱりここはね、太平洋です。そしてね、このね、なんていうかね、この広々とした海、砂浜というのかな、が広がっているのもね、太平洋の特徴だと思います。瀬戸内海側はね、あんまりこんな感じのね、広いね、砂浜とかあんまり見ないんですよね。まあ、秩父ヶ浜とかね、そういうところはありますけども、基本的にこう瀬戸内海ってこう狭いので、陸があったらですね、もう陸の横にちょっとね、なんていうのかな、砂浜がついてるぐらいで、あんなにね、こう、だだっぴる感じのね、砂浜ってなかなか見ないですね。列車はね、穴内駅に到着しました。の穴内と書いてね、穴内と読むんですが、ここのキャラクターはね、穴内なすびさんというね、キャラクターだそうです。ちょっと見えてますよね。で、ここでね、列車降下を行ってるんですが、あのね、ごめんなはり線のね、列車ってね、なかなかね、面白いネーミングでして、黒潮というのにかけてね、9640型というね、名前です。なかなか面白いですね。メガネのねミキがありますね。メガネのミキ。そしてね、東京靴流通センターがこんなところにもあります。あれこれってね、四国だけなんですかね、それとも全国的にあるんですかね、東京靴流通センター。ちなみにじゃあ東京にはね、東京靴流通センターってあるんでしょうか。東京に住んでる方はぜひ教えてください。列車はね、今ちょうど安芸駅に到着したところです。でこの安芸駅にはね、こう車両基地もあります。誰かがね、ペットボトルを置いていったみたいですが、このね、安芸でね、結構ね、降りられる方がね、いっぱいいらっしゃいましたね。乗っていた方のね、ほとんど多分安芸で降りたんじゃないかと思います。でね、最初の方にご紹介しましたけども、昔はね、まあこの辺りですね、まあここと全く同じ場所じゃないんですけども、この辺りにね、までね、土佐電気鉄道のね、秋線が来ておりました。ちょうどね、今車両基地の中にね、こうモッタンというふうに書かれたね、車両がいるのが分かりますでしょうか。これね、丸モッタンというふうに書かれてるんですが、これはね、モネの庭ですね。モネの庭、丸モッタンというところで、長方形これから行こうとしているところです。オープンデッキ車両なんですけども、結構ね狭いんですよね。これぐらいの幅しか出ません。まあこれ以上削ってしまうとね、お客さんが乗るとこが少なくなっちゃいますからね。
那覇駅ね、初めて来ましたけども、イタリア食堂トンノって美味しそうですね。今度ね、機会があって寄ってみたいと思います。このね、なんかテラスみたいになっているところはね、津波避難ビルということで、津波が来た際にね、この上の部分に、ね、こう避難することができるようになっているみたいです。はい、それではね、本日の動画はいかがだったでしょうか。いや、オープンデッキの車両ね、めっちゃ良かったですね。あのトロッコ列車とか乗ったことあるんですけどね、あれとはまた違う感じでね、やっぱスピードが出てるというのもあるのかなと。なのでかなりね、風圧を感じました。マジねすごかったです、風圧。ぜひね、皆さんもね、土佐くろしお鉄道、高知県にね、来られた際、いらっしゃった際はね、土佐くろしお鉄道のね、ごめんなはり線走っています、新太郎号をね、乗ってみていただいたらと思います。それではね、チャンネル長方形ではね、毎週土曜日の夜22時45分からライブ配信、時間変わったんですよ。日曜日からですね、土曜日に変わりまして、土曜日の22時45分からライブ配信も行ってますので、またね、ご参加いただけたらと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではさよなら。